始めます。はい、始めます。お願いします。よいしょ。ちょっぴょ、あ、FEC チューンド、 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 FEC チューンド。デコボコトラベリングのビッグスモール。さあ始まりました、デコボコトラベリングのビッグスモール。僕らデコボコトラベリングのカイリとリョウコでお送りいたします。どうもよろしくお願いします。はい、お願いいたします。さあもう1週間経つのも早くてですね、はい、もういろいろとねありましたけども、もうすごい早い、もう本当にすごい早い、すごい早いですけども、どうでしたかこの1週間は。どうお過ごしになられましたでしょうか。どうお過ごしになられましたでしょうか。俺はね、そうですね、毎日をオナニーしております。どういうことだもん、それ、はい、そういう意味ですけど。一発目にぶっ込むにしては早くない？いや、いつもじゃない。いや、いつもということで、今日もね、もう夏休みも終わりまして頑張っている皆さん、まあね、お疲れ様です。今日1日ね、1時間生放送でお送りしますので、よろしくお願いします。 よろしくね。さあ、ということでですね、はい、今シュプリームさんからもコメントあったんですけど、僕たちですね、FM コザさんの方で前途エイサーのね、ラジオをやりました。はい、特番ね、日曜日に5時間生放送やってまいりましたよ。ね、暑い中ですよ、テント張ってやったんですけど、そうね、もうね、楽しいですよね、前途エイサー。あー、もうそうそう、楽しかったね。だから俺、リョータはペイチン君が代わりに行ったんですけど、まあ、パイナップルの妖精のね、はいはいはい、ペイチン君が行ったんですけどね、もう本当に死にそうなってましたからね、あんな暑い中大変なことになってましたからね、もう。はい、もう早いですよ、本当に。あっという間、俺だって結構大変なイメージあったんですけど、はいはい、もうあっという間に終わった感じしましたね。だって、メイクとかも合わせたら6時間7時間ぐらいやってますから。あ、学校で。確かにね、楽しかったですけどね、本当に。そうね、なんか思ってた以上にあっという間で、ちょっとびっくりしたね。そう、なんか企画とかもさ、借り物競争とかやりまして、この前頭 A さんのお客さんの中にこのみすずさんもいたんですけど、前城みすずさんって言って、カラーズのね、カラーズのねモデルタレントやってる可愛いみすずさんがですよ、進行して引いたくじの、ブサイクの人と、変な眼鏡かけてる人、そして新婚さんを探してくださいっていうね、お題がね、うん、結構早めに見つかってですね、ま、早くはなかったけどね。うっそ、うん、結構もうだって時間過ぎてたもん。あ、そうね、ああいうのそんな気にしないで気にせんと、そこは大丈夫です。でもね、みんなお客さん温かいね。わかりました、じゃあ参加します、ラジオ行きますって来てくれて、ラジオね。そうそうそうね、普通だったらさ、結構恥ずかしがるというか、ってなるとこだと思うけど、みんなノリノリでいいですよ。まあまあまあ、祭りっていうのもね、やっぱあったのかわからないけど、結構ね、なんか嬉しかったね、うん、沖縄やっぱ余裕回る精神あるなって感じましたね。嬉しかった、なんか涙出そう。そうだね、うん、涙、うん、出そうでした。涙出そうでしたか。はい、そして前頭エイサーのね、企画でですね、祭り美人を探せということで。そうだね、女の子たちいっぱい来てくれて、ものすごい可愛い子たちがいっぱいね、そうそう来てくれてですね、ありがたかったです、ま、だモデルの方とかもね。そうそう、モデルの方もそうですし、前頭エイサー来た方とかもね、ありまして、楽しかったです。でキャンさんもね、送り迎えとかしてくれて、本当に嬉しかったです。ミキさんの今日キャンさんがいるんですけど、そうそうそう、キャンさんも。ね、キャンさんとツイキャス見ながらね、ありがとうございます。伺ってもらって、もう本当に楽しかった。いや、本当にね、特に祭り美人ね、こう後半の畳みかけがね、そうそうそう、すごかったから、祭り美人探せっていうの、俺
最初台本見た時は俺自分たちで美人探してからラジオ連れてくるのかなと思ったら、そうだと思ってる。 FM 小沢さん の、 あのスタッフさんが一生懸命探してくれて、そうそうそう、スタッフさんも優しい、みんな優しい。であの女の人が探してくれるから、やっぱ女の人が喋ったらね、あのやっぱ可愛い女の子とかも、あ、じゃあいいですよ、出ますってラジオ言ってくれるから、まあ、まあ男の人が言うよりはね、ね、だからもう、うん、そう、もう並んでる状態なんですよ、後ろで。で、この祭り美人終わったら次の方っつって、もう楽しかった。そうそうそう、もう後半はね、そんな感じでもうポン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 美女が出てきてね、はい、楽しかった、ね、もうただ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 ね、もうここはキャバクラかと思うようなね、うん、場所でしたけれども、もういい時間を過ごせました本当にいい時間を過ごせました言うたらちょっとやらしく聞こえるやないかい。え、若手の漫才師ですか？若手の漫才師ではありますよ。ありますか？それは当たってますよ。当たってますか？よかったです。あのね、今日ツイキャス見に来てくれてるユアピッピさん。はいはい。そう、前頭 A さんの時に、このツイッター見てましたら、ユアピッピさんがね、俺たちのあの宣材写真の、このポーズね、真似してくれてね。嬉しいですね、うん、あのポーズ。シントスケってやつね。やめれ別のだろ他事務所のこと言うな、お前。オリジンコーポレーションとか、お前言うな。クソ事務所とか言うな、お前。お前これ本当にヤバいぞ、それは。それは本当にヤバいぞ。オリジン好きだからね、うん、それは本当にヤバいから、マジで本当に悔しいよ。あんな面白くてみんなクソ事務所め悔しいです。マネージャーってさ、ツイキャスのキャンさんもやってくれた時、ツイキャスじゃん、ツイキャスのキャンさんって何だ。前途映像の時ツイキャスミキさんのキャンさんもやったっていう。ラジオ終わろうかな、ちょっと早いけどちょっと早いけど終わろうかな、早めにね、うん、切り返してやっていきたいなと思っておりますけども、怖っ怖っ、今日怖どうしよう、今日いつも怖い状態、始まる前から今日はちょっと怖い気がしたけど始まってもやっぱ怖かったな、ね、どうしよう。オリジン好きなんだよな、わらしがみって YouTube やってるんですけど、ね、俺あれ好きなのよね、せやろがいおじさんね、ねえ、あのエモリさんのね、うん、面白いですね。あ、言葉の巧みもすごい、言葉の巧みもすごい、言葉の巧みがすごい本当に、そしてドローンの巧みもすごい、うん、そうだね、プロとプロが合わさってこそのね、合体してね、うん、編集のエモリさんも多分編集してると思うから、そうそう、そういうね仕事やってましたから、面白くて俺面白い人嫌いなのよ、嫌い。でもね、元志さんは好き。面白くないってこと。うん、それはプープーじゃねえよ。ということで、毎回そういうノリを元志さんと一緒にやってるんですけどね。やるなやるな。元志さんもなんでやるわ、そんなクソみたいな。ちゃんと突っ込んでくれて、最後にレイして終わる。レイすんな。ありがとうございました。こんな絡みでレイすんな。たかがこの程度の絡みでよ。楽しい楽しい、本当に楽しかった。クソみたいなやつやってんの、ね、本当にもう前頭編さん本当に、女の子可愛らしい子多いですね。そうね、あの中学生も最近はやっぱさ、メイクとかするからさ、まあまあそうだね、もう大学生にしか見えないのよね。まあそういう中学生どもは将来ね、シミとかいっぱいできるんだろうな。あ、僕はね、いいと思いますよ、もう楽しんで遊んでいればね、全然いいと思いますよ。これなんだろう、そうです、クズといい人でやっております、よろしくお願いします。ね、今日元気ないですよ。何かあったんですか。いやー、眠い。あ、眠いんだ。びっくりするぐらい眠たい今。ちょっと頭が回らないんだよね。あ、どうせ眠っても大丈夫です。ダメだろや。どういうこと、どういうことそれ。それを1時間生放送で見ましょう。いやいやいや、後ろでこちょこちょされたら大変なことになりますよ。帰りこちょこちょ苦手だからね。うん、苦手ではないけど、まあちょっとあんまり好きではないよね。ちょっとおかまでる時あるさ。どういうことよそれ。ちょっと俺がこちょこちょされたら見たことあんの、逆に。ない。なんで言ったばじゃん。想像で今のなんだば。楽しいな、やっぱ。怖いな。あのね、焼き汁美味しいなって最近思って。急にだね。急に思った。びっくりしたびっくりした。話のつなぎ的にはおかしかったよ、ね。でも美味しい焼き汁食べれる？焼き汁食える食える全然。なんだ面白くねえな。でもや、美味しさ共有しようやじゃん。美味しい話をさ。焼き汁美味しいけどさ、食わない人もいるさ。いやまあまあ結構癖あるからね、臭いし。あ、そうだね。なねえ、俺高顔、あ、ごめんなさい、高校生の方はちょっとね、死んで、ヤギの金玉のことです。生の金玉を刺身にして、いや、金玉を食ってるみたいなものです。AV です、AV です。やめるやめるやめるもん。やめる。ツイキャスですか。ツイキャスってか、ラジオ、ラジオ、ラジオ。ラジオやめる。じゃあ、俺、FM 講座行くわ。なんでよや。FM 講座行って、ヤギの金玉について5時間ぐらい喋るわ。FM 講座で喋んな。FM 講座で5時間、金玉の話できんだろや。ダメか、あ、全然自信はあるんですけど、ね。じゃあ、金玉の話して、はい。
もういなんでかは何だったば今の話こんな話尽くしたんだよ、もういいから。おい、なんだこいつマジで、ほんとに。いや、もうね、前頭エイサーズですね。だから、キンピラゴボウさん、金曜日担当してるキンピラピラお星様ラジオのね、クソダサいラジオの名前ね、うん、そしたら俺たちもクソダサいよそれな、てかもう FM ギノワンのさ、うん、FEC 中運動のラジオタイトルってみんなダサいじゃん。そうだな、月曜日がクーター進化の集まりワッター進化で、火曜日がカマラの実行放送実行委員会、水曜日がボコボコトラベリングのギノワン、夜はギノワンで喋ってます。違う、ああ他局のやつ出てきたよ。ボコボコトラベリングの夜はギノワンで喋ってます。違う、ボコボコトラベリングのビッグスモールね。ああ、そっかそっか、そしたら夜でくもじで喋ってますがダサいみたいになっちゃうから、思ってるんじゃないですか。思ってるよ。あ、やめろやめろまあ今なんか DM 送ろうぜ。やべえ、なんでよ。で、もう木曜日がチョップスティックスの夜中にちょこっと箸休め。で、金曜日がチンチンビラビラ。チンチン言うな、チンチン。チンチンビラビラ。チンチンビラビラ。おい。まあ今、チンチンビラ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 でチンコとマンコ表してますね、これで。はい、っていうか、クソダサい。いやいやいや、表してないから。はでも、面白いですよ、みんな。まあまあ、でもね、ラジオ内容的にはみんなちゃんと面白い、個性が出てね、面白いと思うんで。全速出てるので、ちょっと雰囲気使っていいですか。全速出てるんでっておかしい。じゃあ、キャンさん、つなぎお願いします。キャンさん、つなぎお願いします。俺ですかい。勝手にミキサーにこのね、振るという。はい、キャンさんね、もうなんか、キャンさんさ、何回も言いますけど、本当に若く見えますよね、マジで。そうなんですよ。これで、年いくつでしたっけ ?31 です。ね、やばいよね。やばいよね。やばいよね。ちなみに、わさびんの具志堅さんよりも年上です。そうなんですよね。僕たち、お笑い芸人でやってまして、具志堅さん、わさびっていうね、コンビでやらさせてもらってる具志堅さんがいるんですけど、その人より。なんと僕らより10歳年上ですからね。見えない、本当に見えない。10歳年上で、まあ、ノリは僕らと一緒っていうね。ちゃんと乗ってくれてチンチンって叫ぶぐらいの男の人ですから、二人。31歳ですよ。プリーズ。聞きましたよ今。31歳が大声で。ペニスって叫びましたよ。ギノワン中に、これギノワン中流れてますから、むしろツイキャスに関しては県外にも流れてますからね。そんなやつで、31歳がペニスと。でもチンチンって言う、ピーピーそう。なになになに、なんでよ。じゃねえよ。やだから童貞なんだよ。やめろやめろ。だから31年童貞貫いてんだよ。ということでコメント読んでいきましょう。読みづらこのタイミングでコメント。下まで戻りました。はい、アジア大会男子日本チームの収穫は大学法政大学2年の上田選手の活躍、準決勝では、はい、これ違うのだろうお前。びっくりしたよや。前の番組のやつですね。はい、やめてください。はい、ヤビピさんこんばんは。ということでこんばんは。こんばんは。田中さんこんばんは。田中さんこんばんは。ヤピピさん、日曜日ラジオ聞いたよ、同時に花火も見れたってことね。ありがとうございます、ヤピピさん。僕ら放送中にね、後ろで花火が上がってました。ね、全然見れなかった。音だけ聞いてました ね。音で夏を感じるという。ね、不発弾処理してんのかな。違うよ。だとしたらお前不発弾処理してる人死んでるよ。あ、そうか、ダメかな。処理中に死んでるから。すいません。しおりさんこんばんは。しおりさんこんばんは。マシュプリムさん、だけね、全体さんお疲れ様。ありがとうございます、シュプリムさん。どこがテント張ったということでチンコですね。はい、勝利さん。違う違う、意味が分かる。一昨日友達の結婚式行ってきました、うん、ビーチでの挙式でめっちゃ良かったですということ。で、沖縄ね、いいね。やっぱ沖縄でね、挙式するんだったらビーチがいいよね、結婚式。有名だったよね、本当にね。とか沖縄とか白い砂浜にバク綺麗だからね。そう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 、やっぱね。俺も結婚したいな、早く。彼女作れ、彼女。あ、見ねえからな。ねえ、思う、俺も子供欲しい。子供欲しい。童貞卒業してから言え、お前ら、それ。夢はあっていいじゃないですか。ドリームドリーム。まあ、夢はでっかくって言うからね。チンコもでっかくってことでやらさせてもらってます。はい、次行きましょう。やらさせてもらってないんだけどな、一応。次行きましょう。ヨッピさん、罰ゲームのトマトジュース大丈夫だったってことで。前途エーサーで祭り美人の人たちに、この4名男子いるんですけど、きんぴらごぼうさんとデコボコトラビングで、一番かっこいいのは誰だっていうのを指さしてもらって、タイプの人ね、指さしてもらって。で、それで一番点数が低かった人には罰ゲームっていうことで、そうそうそう、今回はですね、
あの 辛いものを飲んでいただくっていうことで、あのきんぴらごぼうのタイガさんが飲んだんですけど、僕たちもねちょっと味見したんですけども、うん、ものすごい辛い、あの喉が死ぬね、あれは本当に辛い、あれベロこう唇につけただけでも本当に辛いっていうかね、痒いのに痛い、めっちゃきつかったマジでね、本当に。でナナちゃんこんばんは、全東映さんお疲れ様でした、ありがとうナナちゃん、お疲れ様です、ありがとうね。でシポリオさんでギャラはいくら、ギャラはいくらわからないっすね、まだギャラは、給料入らないとわかんないんで来月っすかね、ギャラはね、まあでもまあゼロが15個くらいつくんじゃないですかね。ねえ、あの普通に県庁帰るぐらいの、ね、県庁帰るって県庁の値段わからん、え余裕で帰るぐらいの、買えないだろ県庁、買えないだろ、よろしくお願いします。そしてね、たからさん、あたたくらくさん、声ありがとうございます。はい、ポポ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 ポピーポピーさんも、ね、ポピーちゃんありがとうございます。いや、ピピさんもコインくれてます。サマーヤさんも来てくれたっていうことでありがとうございます、ね、おい久しぶり。いや、どういうノリよやお前絶対に滑るやつやし、お前久しぶりに後輩と会ってういって言ったら、キッドタンキッドタンということでね、ありがとうございます、お帰りください。じゃあキッドタンはあのインもつけてください、インポあなんでなんで下ネタ喋らそうとしてるの、ね、キッドタンププーな、お前のせいだからな、一応帰りのせいだからな。じゃあパパ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 途中で忘れてしまった。うん、待ってよ、うん、待ってよ、あ、ちょっと処理しきれない。え、戻すんですけど、戻すんですけどじゃねえよお前。最近お盆の時にですね、エイサー見に行ったんですよ、はい、青年会のね、はい、はいはい、あ、それで、はい、高校の時にですね、思い出した、帰りの元カノさんもいるグループ、ダンスグループあったじゃないですか、ただろくね、ただろくっていうね、高野祭とかでよく踊ってくれた、はいはいはい、ただろくちゃんと会ったんですよ。ああ、そのメンバーと、メンバーと、はいはい、はい、久しぶりに、はいはい、で僕友達といて、僕はお酒飲みながら、で僕人見知りじゃないですか、そう、両党って言ってくれて、はいはい、俺初めてですよ、やったこともないけど、ういーって言ってハワイポーズして、ういーって初めて、ういーって言ってものすごく滑ったうん、やらんければよかったと思った。俺もやったことない、ハワイアンポーズをやってしまって、ものすごく滑って、ちょっとね、ごめんって後から LINE で送っといて。送るよかや、もう気まずいわあいつらと絡むの。めんごめんごじゃねえよ、軽いな。でもね、気まずいよな、一応な、気まずい、気まずい、めっちゃ気まずい。もういやいや、もうだから俺元カノのグループと会いたくないもん今。いや僕も気まずいですよね。なんでよ。僕たち元カノで結構漫才したりしましたから。それな。うん、気まずいではあります。それなマジで本当にもう。まあいいですけどね別に。いい人たちですけどね。まあやさん会見振り切ってますな。うい。違う。もう意味わかんない。キッドタンププー。え？あ、なるほど、もう一回やってるんですか。やらないです。ちょっと。そっか。ちょっとわかんないですもう。キッドタンさんはあれですね、さっきからコメント送ってくるも全部日本語がないんで、多分日本語喋れない方ですねこの人は。喋れるわ、うん、普通に喋れるわ。この人多分ちょっとボリビアかどっかの人ボリビア難民ってことですか。難民なわけないだろボリビアの、やめろそれ。しおりさん、ネズミ先輩懐かしいって言ったね、有名でしたよね。で、マヤさん、にん〇〇んラジオでは聞けない下ネタのオンパレードということで、そう、もう人気者ラジオとかもそうなんですけど、やっぱね下ネタ出せないですかね。お昼のラジオとかではね、やっぱりちょっとね、ちょっと公共の電波に乗せるのは良くないということで、ね、僕らここで発散していきたいと。はい、お願いします。あ、俺夕方の番組で童貞発言させられた。キャスターもね結構童貞発言とかね、FM 議論の社長も行かれてますからね。そうですね、山内さんね、山内さん、あの人も行く、あれだろうって言われてんだよな、おかしいな。
言わされるってね、いうのありましたけども、まあ行かれたやつらばっかなんでね、この FM 向きのワンはね、あのスタッフ含めあのこのねリスナーの方も行かれてるので、そう、それが楽しいです。そこがねやっぱりこのね、あ FM 向きのワンのいいところだと思うので、いいところです。タカママさんも来ております、久しぶりです。おい久しぶり。いや本当にノリがわからんわお前ら。本当にノリがわからんわ。今日はこういう感じでやっていこうと思います。こういう感じでやっていきましょう。ということでね、そのということでねって何？俺もだからまとまってもいないのに。ああ話まとめてからラジオやろう。ね。じゃあ今からちょっとまとめていきますので皆さん小一時間お待ちください。いや終わるわや。完全に終わってるわ。あ、キットタンさんがやっと日本語喋った。あれだな、ヤフーであの翻訳とかしたのかな。あ、ママさんスリッパどうぞ。こいつ何？こいつ何？ちょっと待って。待って。こいつ何？いやいやちょっと待って、あのえ？ごめんごめん。こいつ何？え、キットタン。え、キットタンはあのなんか。こいつは何？注射とか打ってきたんだよね。こいつは違法なやつ、怖いね、違法な薬物を吸ったりして溶かしてちょっと怖いな。ねえ、大丈夫？キッドダンサー、ね大丈夫かな。怖いな。あ、もっと、あ、ブプップえ、大丈夫か。でも面白いですね、キッドダンサー。こいつ好きだわ、ちょっとこいつ好きだわ、こいつちょっと好きだわ、ね、うん、こういう感じでやってますけど、面白いな。ということであのね、一旦ね CM の方行きましょうか。じゃあ皆さん聞いてください。それでは一旦 CM です。さあ今夜もあれ模様、あれ模様ですね。ちょっと台風が来ておりますね。台風が来ておりますね。台風上陸しております。今私もスリップ欲しいです。どういうことやろ。沖縄の南の海上には熱帯低気圧がありますので、ああ、台風まで発達。またね、今回行った台風やれ、や、や、やね、いや、キットさんのせいで行かれてるわ。あ、いや、ピピさん、平成期楽しかったな。あ、そう、平成期やったんですよね。うん、楽しかったね。怖い話しましたね、平成期では。そうなんですよ、僕たち若手で平成期っていうライブをやってましてね、毎月に2ヶ月に1回ですね。毎月2ヶ月に1回って、毎月2ヶ月に1回やって、おかしなことなってるよ。で、今回のテーマが怖い話っていうことで、企画でね、みんな怖い話を話すっていうのをやってます。それぞれやりましたよ。あと15か。お前でっかいな。お前ちっさいな。デコボコトラベリングのビッグスモール。はい、 CM を受けました。デコボコトラベリングのビッグスモール、ただいま生放送でお送りしておりますよ。はい、両方と帰りが喋ってますよっていうことで始まりましたけども。始まってはいるんだけどね。あ、そっか、もう一回。あ、もう一回って何。ちょうどキッドダウンさんがまたコメントを出したっていうことで、じゃあ僕が呼んでいいですか。はい、どうぞ。トイレ行ってきます。見ないで。ダダダダダダっていうことです。全然一切関係ない、コメント一切関係ない、意味がわからん、意味がわからん。おい、キットタンさんやばいっすね。トイレ行っといれーっつってね。はい、お前のせいで滑りました。あー、もう最高マジで。え、お、俺こいつ、こいつ好きだ、めっちゃ。シブリームさんもね、あの、あ、シブリームさんコメント来てます。嫁のパシリで業務用スーパーまでアイスを買いに行ってきます。全然関係ない。ラジオ一切関係ない。あのね、このね、今日のリスナーどもさ、ね、あの自分のプライベートの報告してる、ね、状況を報告して満足したまま、うん、じゃあこっちは一切処理できない。今日のトークテーマはね、私のプライベートということでね。あ、いいですね。皆さん今の状況をね、うん、どんどん報告していってください。何でもいいですよ、よろしくお願いします。今聞いてるリスナーの皆さん14名全員ですよ。あの、はい、お願いします。今私は何をしていますっていうのをこう、うん、ツイッターに全然お願いしますね。ツイキャスのコメントに書いてください。うん、よろしくお願いします。ラジオを聞いてる方はね、あのメッセージでね、あ、私は何をしてますということをね、よろしくお願いします。メールがあの調べてくださいということで。はい、メールはですね797@fmginowan.com ですね。そうね、シュプリームさん、シュプリームさんはね、わかるんです。僕はね、あの
嫁さん会ったことあるんですけれども、結構ね無茶ぶりするタイプめっちゃ無茶ぶりするわけよ、その嫁さんが、クリームさんのお嫁さんがね。おー、そうなんだ、うん、いやもうでもそういうところがねまたね、まあいいね、またいい感じですよ。そうそう、いやいや言いながらね、シュプリームさんはねしっかり聞くっていういいね、本当にそういう感じだからとっても俺、あ、沖縄の怖い話今やってるのか、いいなあ、今やってる録画今なんか落としなかった、ね、ちょっとえ ポンって音が後ろからごめん、俺のおならごめんね、お前が映る、おいポッポポ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 ごめんね、普通に俺のおならでこっちビビってたからやばやばって思いながら、あの言わなければよかったな、いや本気でビビった今、じゃあ後ろからさ、うん、ポンどと普通に俺のオーラが、もうあーごめんね、もう嫌だ嫌だ、今日ね、リョウトがあの実際起こった怖い話をちょっとやりたいなっても思ってるので、ね、よろしくお願いします、やるみたいですので、あ、やっぱこっちの方が面白いで後で見ますって、あ、ね、あー、まやさん、まやさん大好き、まやさんありがとうね、今日ね、平成一期でやった怖い話を僕はお届けしようかなと思って、いいですね、よろしくお願いします、やりましょうか、あのさ、全然怖い話関係ないんだけど、あ、急に、ん待って待って、ん、ん、待ってよ、ちょっと、え、怖い話します、全然怖い話関係ない、うん、あ、怖い話しかわからないんですけど、あの、うん、どっち、帰りとかもそうなんですけど、沖縄、あ、みんな見てくれてるか、あのね、あの内地の方もいらっしゃいますけど、僕たちとかそうなんですけど、中学校の時とか小学校高校の時ですね、あのやっぱ遠足とかの時って平和体験学習とかでガマとか行くじゃないですか、はいはい、やりますね、もう怖いのが始まってる、ガマ行くじゃないですか、行くね、で高校、あ、中学校3年生の時行ったガマはもうちょっとね、あのどうしても命を絶った人たちが多かったガマだったんですよ、はいはいはい、そうそうそう、でそのガマ行ってですね、やっぱり幽霊とかいろいろいらっしゃいますから、見える人とかもね、子供たち多かったので、ね、やっぱ沖縄の子ね、うん、俺ね、でちょっと過呼吸になった女の子がいて、そうそうそう、そうなんだ、でちょっと吐いちゃったんですよ、ガマ行く前ぐらいにね、はいはい、吐いちゃって、あ、先生がこれやばい、なんか乗りついてるかもしれないっていうことで、うん、こうサンガーで背中を叩いたんですよ、はいはい、でいっぱいねやっぱ吐いちゃってるからで両と潔癖症じゃないですか、そうだね、両と吐いたのを見て僕も吐いて、で先生があの僕も乗り移ったと思って一生懸命サンをこう叩いてるんですけど、僕はあのただあの見てしまってあの吐いてるから、もらいゲロしてしまってるから、うん、もうすごいものすごく変な気持ちになったって話です、あーもっとうまく喋れよもっとそれ落ち着けて喋れよ、どうせならやろう、キラキラしてますか、かなりキラキラしてますよということで始まりました始まり方がすごい、なにこれ、え、全然わからない、じゃあ怖い話してくれるんですよね、はい、ちょっとね、やります、あ、さっきのもらいゲロの話じゃなくてね、じゃあ 音お願いします、音お願いします、あ、音いけるんだ、ちょっとね、あの、ごめん、喘息それが一番怖いわ、もうどうせなら、はいはい、行きましょうか、じゃあということで話をしていきたいと思います、ということで一回あの点脈薬漬けやっしょお前それが怖いわ本当に、ね、あのこれは僕がね、あの大学ぐらいの時の話なんですけど、はい、大学ぐらい、あの、あ、僕たちね、あのお笑い事務所に入りたてでですね、やっぱりみんなに知ってほしいってことで、リョウトはあのツイキャスのね、ツイキャス分かります、あ、ツイキャスじゃない、ツイッター分かります、ツイッターであの動画を結構投稿してたんですよ、はいはい、で、あのカツラとかかぶったりしてなんか海に飛び込んだりとか動画出して、そう、ね、やっぱカツラってさ、ドンキーホーテとか、まあ、100均でもそうだけど結構お値段かかるのよ、で海飛び込んだりするってことはカツラすぐダメになるわけさ、はいはい、で黒髪のカツラって100均とかで売ってないわけ、うん、なんていうの、金髪とかの髪型とか売ってるけど、両黒髪のカツラ欲しかったから、あるリサイクルショップで結構カツラ買ってたんですよ、はいはい、でリサイクルショップ行った時にカツラ300円でね、安くて、そうそうそう、これガチなんだけど、うん、なんかうーってなってるね、で、そうなんですよ、で、このカツラなんですけど300円で安いし新品なんですよ、で、海外のカツラ、中国かな、カツラだから安いんですよね、はいはい、
でよくこの方さかぶって俺撮影したんですよ。で撮影して次の日に僕事故起こりまして、車廃車になったんですよ、はい、でまあ俺の運転ミスだなって思ってたんですけど、でこのカツラが海飛び込んだ時のカツラだから、まだあのなんかこの置いたままで車で、はいはい、であやっぱカツラ置いたままだったなって思うぐらいのことだったんですけど、でまた YouTube の撮影でまたカツラ使うことになって、はいはい、でリサイクルショップで買って、またこのカツラかぶって、でも帰る直前でまた俺事故ってるんですよ、新車。ガンってでちょっとぶつけて穴開いたんですよ、車。穴開いた、ちょっとねボコって穴開いて、でやばいなと思って、なんかおかしいなと思いながら、確かにね。でまた俺カツラ友達に貸すことがあって、はいはい、で誕生日で先輩の誕生日だから、このバイト先の使うっていうことですので貸してくださいって言われて、はいはい、で俺カツラいろんなもん持ってたから、金髪だったりね、いろんな髪型、爆発頭の髪型とかカツラとか持ってましたから、いよ選んでから持ってってって言ったら、はい、黒髪のカツラ選ん で、はいはい、で次の日リョウとごめんカツラちょっとダメにしてしまったって、なんでって言ったら、ハッピーバースデーというの時に、あのろうそくで、ろうそく持ってるさね、うん、この子がでカツラ燃えてからちょっと怪我したっていうことで、ガチガチこちらに怪我したっちゃったって言って、うん、ちょっとやばいなって思って、はい、もうこのまた、うん、この黒髪のカツラダメだったんですけど、また俺使うって言ってしょっちゅう買ってたんですよ、はい、安いから、うん、でも使わなくなってずっとね放置したままで、両とお家、部屋クローゼットありまして、はいはい、このクローゼットにはいろんな衣装道具だったりね、いろんなコスプレの衣装だったりいろんなのちゃんとしまってたんですよ、はあはあ、で俺ガチで最近っていうか何ヶ月前、4月ぐらいに、昼なんですけど昼眠ってたら、はい、眠ってたら俺金縛り会いまして、ほんとほんと金縛りってやばいね、やばい、もう動けないわけさ、でほんとに目も開いてる状況でクローゼット開いてからさ、これほんとほんとガチもう嘘なしでクローゼット開いて、ちょっと黒髪の女の人みたいなのが見てパッてしまったから、ほんとになんかよくさ、このなんていうの、泥棒とかあった時声出なくなるとかいうさ、はいはい、痴漢とかあった時とかも声出なくなる、そんな感じ、襲われて、で俺気を失ったのかもう夢なのかもう定かではないんだけど眠ってしまって、でまた起きたら普通に動けて、でクローゼット見たらだからカツラがこの衣装ケースに挟まってるんですよ、黒髪の、ちょっとだけ出てるわけで、怖いなってなって、うちのお母さんもちょっとなんか持ってるので、お母さんにちょっとこういうこと続いてるわけさつって、あんたさ、だからこういうお母さんはまず漫画倉庫とかいろんなところ行かないらしいわけ、リサイクルショップ、なんでっていうといろんなやっぱものがついてるらしいわけ、はいはい、人形もそう、人形とかってさ、人形のこの、ね、ちゃんと祀られる神社とかもあるぐらい、ね、やっぱりね、うん、やばいってことで、その次にカツラがやばいらしいわけさ、でこの、いっぱいあったカツラ、この段ボールにいっぱいね、新品のカツラが売られてたリサイクルショップで、いきなりやっぱカツラなくなってて、やっぱそういうのが多かったんだ、そうやっぱりなんかあるんだろうなって思った両党のあの怖い話っていうことですね。いや怖いな、あこれ本当嘘なし、本当本当ガチ、この嘘なし、キャーッ、そうそうそう、見たら分かるよ、両党ツイッターに流れてるんだけど、上司の胸を揉みたくてっていう動画あるんだけど、 あのカツラなんですけど、ほんとほんとほんと、普通に怖い、うん、普通なんか嘘でしょみたいな感じになってたんだけど、ガチなんですよ、ほんとに。俺実はシェアハウスでもし金縛りかかったことある、そういえば、うん、怖い、だからなんか金縛りってでも分からん、俺は怖くなかった、あんま、はあ、でもこう怖いんじゃない、そういうさ体験しちゃうとさ、なんかさ、でもさ分からん、もうこなんかさ、たまにさ、足しびれることない、あなんか眠ってる時、はい、足しびれてから動かせなかったり、なんか全体がしびれる感じで襲われるわけ、へえ、そうなんだ、で動けなくなるわけさ、分からんけど、あ、はいはい、うん、なんかもう伝わりにくいけど、こう動けなくなるわけよ、はいはいはい、そうだから絶対金縛りかかったら、金縛りはもう何なんか目は動くの、やばいやばい、だから目はさ、うん、動いてるわけ、うん、だから目閉じようとか思わなかったの、怖くて、いやもう朝ちょっと昼だったからさ、うん、怖いイメージはなかったんだけど、あ、そうなんだ、そしたらクローゼットが開きよったから、怖い怖い怖い、うん、そしたらクローゼット
あいつ縛り寄ったもんだからやばいやばいってなって、でこうもう分からんわけよ、目も開いてる状況なんだけど、まあ、でも意識は朦朧として感じる、そうそうそう、でも目はちゃんとはっきり開いてるのは分かるわけ、はいはい、そう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 、いやまあ金縛りに関してはまあいろんな諸説はあると思うけど、これガチ屋さん、うん、やっぱり俺は体験しないと分からない、そうそうそう、俺はでもやっぱりだからそういうさ金縛りとかやっぱちゃんとあると思ってて、リョウトさんびっくりしてリモコン落としたのクーラーの、うん、であのちゃんとあの起きた時もリモコン落とした形跡は残ってるから、うん、分からんわけ、夢なのか何なのか、うん、そうさっぱり、そうだからまあそうそう、だから科学的にさいろいろあるとか言われてると思うけど、でも俺はちゃんとそういうのあると思って、そうなのよ、だから分からないのよね、うん、まあ、結局さだからね、まあ、科学的に説明つくのは多いかもしれないけど、そうじゃないのもやっぱりさこの世にいっぱいあるわけじゃん、だからこう金縛りはやばいな、そうそうそう、だからそういうのって実際にあると思うから、あとねむやみにやっぱりこうリサイクルショップとかそうなんだけど、いやあんまり、まあ、そうだよ、うん、うちの母ちゃん行きたくない人だっけさ、まあ、本当に変なのがあるっていう、なんか行きたくかな、なんか俺が小さい頃から俺はリサイクルショップ好きだから、うん、なんか漫画倉庫とか昔は漫画倉庫もそうだし リサイクルショップってやっぱりねあんまり売ってないものとかも売ったりしてるから、俺リサイクルショップ巡り好きなんだけど、まあ あんまり買わない方がいいよっていうわけ、まあ、実際はねやっぱりそれにそのものにね何がついてるか分かんないからね、うん、そうだから、うん、行きたくない人もいればそんな平気だよっていう人もたくさんいるんですけど、そういうのですね、まあでもねもし利用する場合はちょっと気をつけてっていう感じですね、カツラ安かったんだけどあんな怒るとは思わなかったな、これガチだからさ、うん、いやコーターに聞いたら分かる、コーターと YouTube 撮影したらすぐ俺事故って、うん、でコーターがお前の顔よって言ってるほどもうびっくりして俺、うん、そうそう、だから分からないんですよね、まあ、まあカツラは結構なやばそうだしな、髪の毛系ってやっぱりさ怖い話いっぱいあって、人工のさかあの髪の毛だって、人工っていうかもう本物なんていうの、あの人の髪の毛使った髪のカツラとかもあるぐらいだからさ、怖いですね、それが果たしてどういう風に作られたのか、あと帰り筆もだよ、筆も、あ筆ってさ髪の毛でね作るのもありますから本当に怖いんですよ、だから本当にね、髪っていうのは結構さ、だからそう、うん、そういうのに関連してキャンさんも髪長いからキャンさんあの髪長いからって筆やらないよ、筆やらないよっていう感じでやってますけど、いやいやどういう感じよあ、いやでもキャンさんの髪の毛ちょっと筆みたいな、ねえみたいなあ、マヤさんさっき天仏前でコーター見たってことで、そうなんですよ、今日彼女と飲んでるんですよ、今日も遊んでんのあいつ、めっちゃ遊んでるやし彼女と、いいよな嬉しい、エンジョイしやがってよ、まったく個人情報流出、あ全然大丈夫ですよあいつの個人情報は保護法はないんで、ないんで、というわけでね、あのコータにイライラしたところで曲に行きましょうか、行きましょう、じゃあ今日の曲はあいみょんで分かってくれよです、どうぞ。いやー怖いなー、本当に世の中マジで怖い話溢れかえりすぎても嫌だ、怖いなー、怖いなー、嫌だもう、でもなー本当に怖いからなー、もうなんて言えばいいんだろう、怖いんだよなー、金縛りあったのは本当に怖かったけど、うん、もう絶対嫌だもん俺そういうの、ちなみに絶対人には笑われるけど、うん、自分にとって一番怖い夢、お、何ですか、いつもうなされて悪夢見るときも朝一緒にうわって起きるような夢が、うん、幽霊とかじゃなくて宇宙人と戦争してる、うわー怖いな、あーでもまあなりかねないですからね、もう今の時代は、でだって夢ってさ、なんか俺も夢結構変な夢見るんですけど、結構こだわった夢見るんですよ、そうそうこだわった夢、そうそう映画みたいな夢結構見る、映画みたいな夢ね、結構見ますよね、うん、だから追われてて、なんか本当に、うん、なんかあれみたいな、昔流行った、なんだった、キャンさんがモノマネできるあのドラマ、ドラマ、あー、古畑任三郎、もう一つです、おかっぱのメガネかけてる、おかっぱのメガネかけてる、ライアーゲームだ、あー、はいはいはい、ライアーゲームみたいな、もう本当になんか、こいつが、なんかちょっと悪者だったんだみたいな、はあ、展開がある、あ夢に展開がある、展開がある、こいつが
夢だった、悪魔だったんで優しくしてたのにみたいな夢とか見るときある。あーでも俺中学校高校ぐらいまででも結構そういう夢見たら、いやーやっぱやばいよね。だからさ、よくお母さんがハサミと塩を枕元に置く。ハサミと塩、そうハサミと塩がいいらしいよ。あ、そうなんだ。そうね、よく言いますよね、沖縄とかで。あー、刃物、刃物とかをあの置いといた方がいいよっていう。なんか俺そう、俺もなんか年寄りの時は木刀大統領だし。逆に怖いわ。それは怖いよ。え、違う意味で。そう、狙われてるかな思われる。総合ピストル、あのサイレンサーつけてから抱いて寝るし。怖いな怖いな。俺小学校の時にもう泣いて起きた夢があって、見てからその夢の内容が、そのお家の中にさ、お化けが入ってくるんだけど。あー怖いね。で入ってきてさ、妹に取り付くわけ。で妹に殺される。あーこれガチの夢だね。そう、あのこういう夢見ますもんね。めっちゃ怖くてから泣きながら起きて。そういう夢見るわ。じゃあ確かに、霊感があるかどうかテストします。おーやりたい、やりたい。自分目をつぶって、自分の家の今玄関の前にいるのを想像してください。はい、想像しました。自分の家ですよね。自分の家で、そうやってそっからじゃあ玄関開けて中に入ってください。中入りましたよ。あ、はい、じゃあそっからまずキッチン行ってください。キッチン行きました。はい、行きました。はい、じゃあまずトイレ行ってください。トイレ行きましたよ、はい、で、じゃあ他の各部屋自分で回って、最後にまた玄関から出てみてください。自分の部屋、はい、見ましたよ。オッケー。カイ君はまだ。はい、待って。はい、寝ました。はい、じゃあこの今イメージしてる途中に何人人に会いましたか？ゼロです。カイ君。一人。それがあなたの家にいる例の人数です。やめてよ。霊感とかじゃないさそれ。霊感とかじゃないか。帰りの家には一人います。待って、一人じゃなかったし、一人って言ったけど。ごめんなさい、俺も嘘つけました。ずっと女の人いました、ついてきてました。これ嘘つけました。女の人がずっとついてきてました。うわー、ちょっとこれはいっぱいいたんだけど俺。あ、もう、じゃあ今日は帰りの家でなんか勝ち足とかなんか祝いがあったから幽霊いっぱい来てるっていう感じで捉えてください。やば、大丈夫大丈夫。手汗がびっちょびっちょ。ちなみに我が家は通り道なんで、これ日によって違います。やっぱそうですよね、日によってありますもん。俺の前の家も冷凍だったんですよ。てか下に水があって、水があるって風水的にも良くないって言いますからね。お金も流れるって言いますし、俺のいとこがめっちゃその霊感強くて、そっか、ユタになりなさいって言われるぐらい。ああ、ガチなんだね、本当に。人なんだけど、ぐらいのその血を引いてる人だけど、いとこがもうなんか家に来るたびにさ、女の子が玄関に立ってるよとか、階段で小さい子が座って怖せよ、ね、帰りたくなくなるよね。そんなに言われたら。ねえ、わかるわかる、気持ちはわかる。あ、俺が言ったじゃん、あれ海君妹いんのとか。怖い怖いが。でさ、なんか家に姿鏡があったんだけど、ある日からさ、なんかひっくり返されててさ。あ、鏡も良くないって言うもんね。で、なんかその引っ越して、あ、これはじゃあラジオコース始まるから言うか。デコカイリです。ボコリョウトです。デコボコトラベリングのビッグスモール、はい、CM 明けました。デコボコトラベリングのビッグスモール、ただいま生放送でお送りしております。はい、ということでね、 CM の間もねちょっと怖い話をしたんですけども、やっぱ楽しいですね。そうそうそう、怖い話。そうで、俺のお家がさっき話した通り、ちょっとあのね、このまあちょっと悪い場所になって、水、下に水があるって言ってね、ね、風水的にやっぱ水は良くないって言います。そうそうそう、あと井戸を潰すのも良くないって言います、ね、そうそうそう、そんな感じなんだけど、で、なんかそのだから結構だからね、まあ、今思い返すとなんだけど、そのだからポルターガイスト現象っていうか、あの、まあ、ラッポン、ちょっとね、ラッポンとか結構科学的には説明できないようなことが起きてるっていうことね。そう、よくあって、で、なんていうのかな、その
まあ、それが日常的だったんだけど、ああもう結構毎日起こる感じだったんですね。そうそうそう、うん、でまあそのまあそのね、霊感強いいとこが来たりしたら、まあ、女の子がいるよとか、いやや、ね、階段に子供が座ってるよとかってよく言われてたんだけど、だ、ね、でまあそのまあね、ある時からさ、うちの中にあるさ姿鏡がひっくり返されてて、うんうん、いやだから鏡もさあんま良くないって言うもんね、夜見たりして。でそのなんていうの、この引っ越してね、家を、うん、この引っ越して、あの今ね、あの実家に住んだ、そのお父さん実家に住んでるんだけど、うん、その時にだからお父さんに、あの時姿鏡ひっくり返されてたさって言われて、うん、ああそうだったね、そういえば、うん、なんでって聞いたら、その夜、うん、このまあ、このお父さん家でよくねパソコン仕事したりしてるんだけど、仕事してたら姿鏡にあの包丁持った女の人が映ってたっつって、ガチだねこれね。そう、それ以来もうだからこの姿鏡はもうひっくり返してあるって言って、鏡とかもね、良くないのは良くないって言いますもんね。そう、そういうのが多々あったらしくて、あとさこれよく聞くのが、みんなお城とかさ産後アーティーイメージあるさ。はいはい、あるね。でなんかこういう怖い話した時とかお塩撒いたりしてちょっとねやった方がいいよとか言いますけど、なんか稲川淳二ってわかります？あの怖い話する人ね、よくテレビとかで。あのね、稲川淳二さんは塩を撒かないらしいです。なんでなんで？ファブリーズがいいらしいです。ファブリーズ？うん、なんか稲川淳二さんとか怖い話する人がよく言うのは塩とか良くないよって言うらしいですよ。そうなんだ。あ、ファブリーズがいいらしいです。なんか森塩とか聞くけどね、よく。なんかね、今の時代は分からないんですけど、今はファブリーズっていうのはやっぱ霊とかはあの汚いものとか、あちょっと汚れたもんね、だからファブリーズは綺麗にするさね。まあまあまあ、だからファブリーズとかがいいよって言うんです。塩はあんま良くないっていう方もいい。あ、じゃあちょっとアルコールみたいな感じ。そうそうそう、ファブリーズとかで気を入れた方がいいよって言うらしいですよ、はいはいはい、これガチガチ。ちょっと最近ラジオ好きだからよくいろんな人のラジオ聞くんですけどファブリーズがいいらしいです、今は ね、今の時代はそうなんですよ。あと幽霊の研究家とかもわざとはあの除霊とかしないらしいですから、ね、はいはい、よくさあの沖縄の怖い話とかいろんな撮影の時は神社行ってお参りしてから除霊して健康とか安全祈願とかやるんですけど、はいはい、やらないらしいですよ、こういうあの呪いのビデオとかあるじゃないですか、やらないらしいですよ。のそうなんなんで？でさ、俺一個さ、うん、面白い話があるんだけど、何なんか本当に呪いのビデオとかいろんなね、こう怖い系の DVD 撮影してる人たちは、はいはい、あのいろんなね、あの投稿者の人たちの元に行くらしいんですよ。はあ、そうなんだ。で一個ね、いき電話がかかってきて、うん、あのこの事務所でね、事務所、はいはい、この制作して制作の事務所に、あの制作部の事務所の近くなんですけど、私住んでるんですけど、はいはい、女の人の声がずっとするんです、今もって言って。だからすぐ駆けつけてもらっていいですかって、はいはい、でビデオを持ってカメラ持ってから行ったらしいんですよ、うん、女の人がもうブルブル震えて怖がってて、うん、家入ったらね、うん、もう家ピンポンしても全然出ないから、うん、ドア開いてたからで大丈夫ですかってな流してるんですよって、はいはい、ビデオもね、うん、で今怖い、あもう女の人の声がずっとあの声聞こえるんですよって、ちょっと耳澄ましてくださいって言ったら、うん、確かに女の人の声聞こえるんですよ、はいはい、でもこの女の人の声がドクドクで、明らかにやってる声ないですであのこの、 あのカメラマンも、あ これですか、これですかって言って女の人は、あ怖いって言ってるんですよこれ NG になったらどうかな。いやいや NG になるだろう、どう考えても。セックスの声やし。おもろいやんに、ね、これあのこのなんて千原ジュニアがやってます、うん、ジュニアさんがやってます、はい、だらけっていうあのあの深夜番組とかスタッフ番組でやってたんですけど、はいはいはい、うん、この時あのゲストさんがだからあのこういう怖いものシリーズを取り上げてる人たち、はいはい、ディレクターさんたちが集まってでこれ流してたんですけど面白かったいやいやいや、ただったらああ行く行くって言ってセックスやしでセックスやん、みんな戸惑ってたっていう。戸惑うわそりゃ。そうそうそう、そういうのもあるらしいですよ、ね。マヤさん、友達の家に泊まりに行った時にそんなことが、アパートは響くので控えめにね。ねえ怖いですよね、だからラブホとかね使った方がいい。そうちゃんとね、あのそこは配慮しましょう。バンバンバンって一応音はやってるけどあの明らかにセックスであのバンバンバンやってるんだなっていう。控え、そうだね、壁が薄いところでは控えめに。おもろいな、おもろいよなこれな
控えめにやってください本当にお願いしますっていうね、あれ怖い話です。そんなこともあるんだね。そう見てみて、ぜひ YouTube に載ってると思うので、うん、いやでもやっぱりさ、そのとか除霊しないっていうのが結構やっぱ衝撃的だね、うんうん、わざとねつかすっていうのがねよくあるらしいんですよね、うん、そういうでファブリーズで、そうファブリーズでね、ファブリーズとかいいはずよ、本当にいいらしいですよ。これからファブリーズ持ち歩こう、幽霊に会ったらかけるわわざと、うん、行こうかない行こうかない。でももともこもこもとしさんにあのファブリーズかけても多分効果ないはずファブリーズじゃ消しきれないほどの汚れが、ね、あると思うので、あの人も中身からはい、はい、中身からねもうしっかり変えてもらわないとダメですね中身からシュッシュしないとダメですね。でもなんかさ、オーラとか信じるタイプ、うん、オーラでやっぱちょっとさ霊的なものって感じはするけど、ちょっとジャンル違うじゃん。オーラね、うん、そう、オーラっていうか、うん、影は見えるよ、りょうと影は見える、人の影、なんか分からんけど、なんかこういう、なんか分からんけど、うん、見えるよ、たまになんか、なんだろう、あのオーラの泉とかあったじゃん。そうね、あの色とかでしょ、こういう色、色分からんわけよ、俺なんかそういうのし、あ、信じるタイプ、信じるタイプかな、あ、やっぱそっか、なんだろう、どうなんだろうね、だから霊的なものよりはさ、ちょっとうさんくささがあるというかさ、そうね、なんかそんな気が俺はするんだけど、色でね、こういう色してるからっていうことで、そう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 、どうですか、どうなんだろう、いや、なんか俺はどっちかって言えば半信半疑というか、まあ別に信じないわけじゃないんだけど、うん、なんだろう、このなんかそこまでがっつりなんか言われて鵜呑みにできるかって言われたら、うん、そうでもないかなみたいな。占い師とかもなんかそういう傾向ない？あのでもね、占い師はね、うん、バーナム効果使ってるところが多いから。ちょっと占い師騙したことあるよ。どういうことそれ？あのだからあの、うん、あんたお姉ちゃんいるでしょっつって、うん、あーいますやめれお前あいますいますやめれ、二人います姉がっつってでしょやっぱりやめれやめれよくないよくないよ、一番下でしょっつって、うん、どうかするんですか、一番下です、妹はいないでしょ、弟とかいないでしょ、いないですがっつり長男で妹いるしって思うこいつやばいな。で最後にやっぱね、そうやっぱいると思いましたっつって、あんたやっぱあれでしょっつって、何ですかっつって、うん、あんたお姉ちゃんとかとよく喧嘩するでしょ、喧嘩するのはよくない、ちょよくやるんですよっつって一回もやったことないし、いないしまずいないしな最後に言ってやりましたよ僕長男ですって言ってやばいだろそうそうそう、どうすればその占い師はちょ本当に汗かいて、 大粒の汗をかいてました本当にそうそうそう、やっぱねだから占い師さんとかもね、なんかそうあれなんだよね、まあ俺は心理学やってるからさ分かるんだけど、そのバーナム効果って誰にでも当てはまるようなこと言うわけよね。うん、そうね、言うよ言うよ、あなたはちょっとね、なんかちょっと神経質なところはあるけど、うん、心のどこかではちょっとやっぱりさ、ちょっとおおらかに行きたいというか、うん、そういう風に思ってるよねみたいって言ったら、うん、誰だってそうじゃん、誰だってさ神経質になる部分はあるし、かといってさなんか毎回毎回神経質なわけじゃないじゃん、どっかでかな、まあ、ちょっとさ神経質を他の人より強く持ってたとしても、うん、やっぱどっかではちょっと団体に、あ、大胆に行きたいじゃん、うん、なあ、そうだね、ってところはやっぱどっかでも思ってるじゃん、それは誰にでも当てはまるから、だからそういう感じで言う人、占い師はちょっとね、うん、あの気をつけた方がいいよっていう。あんた心臓動いてるでしょ言うか、誰が言うかそんな、あんたチンチンついてる、誰が言うかそんな、それでお前ついてないやつだったらどうするついてないですって言ったらちょっと変な感じになるのを俺動画で撮りたい何言ってるわこいつ、いやそんなそんなこと言う人いないからね、うん、まあ、俺も一応そのね、こう東京ってか神戸行った時に占い行ったんだけど、うんうん、なんかあのびっくりするぐらい俺だけあんまり当たってなくて、逆にあの5名5名ぐらいで行ったわけよ。あーいっぱい、そう、そしたら占い師が「あいよいよ、ごめん一緒にやって」って言うから、ちょっとあの、いや待って完全にヤバいやつやしなんかほんと外人だわけ、ちょっと外人なんだ。で「ああいいよ入った」って言ってから、うん、なんか「ごめんでいいよごめんでいいよ」みたいな、うんうん、一応なんかこのねレビューみたいなの見たら結構評価高かったわけよ。結構いいところみたいで、そうだね、あのだから Google とか Yahoo とかで評価とかありますからね、今日安くするからっつって、だから一人一、うん、人15分、え、これフィリピンパブとか行ってない、シャドファン、違う違う違う、でかか、ね、か俺からやってもらった、君じゃ手相だ、手相やってもらって、見るよっつって、うん、あなたはどう今恋愛してるみたいな、ああちゃんとね聞いてきた、ああでも
してないね恋愛みたいな。あーあっと でなんかあんた彼女欲しいとか欲しくないね今そんなこと全然思ってないね。ああなるほどね。うんうん。でなんかそ、まあ、その時点で外れてるんで。そうだよなお前ずっと彼女欲しい欲しいってことな。すごい寂しいから彼女欲しいんだけど、うん、でなんかなんだったかな他にもなんかさなんか言われたんだけど内容薄すぎて覚えてないんだよな。それぐらい頭に入らんぐらい騙してるってことね。そうずっと違うこと言ってるんだけど、ね、違うとこ言ってるってこと、ね、俺以外のメンバーみんな当たってるんだよな。うん、偶然なのかそれとも帰りだけそんなあの、うん、帰りだけ読めないのがもあったのか、うん、結婚セミをねあなたは結構年いって結婚するねって40代後半ぐらいかねって言われてやばいだろ。お前40代後半に結婚したらやばいだろと思って。逆に面白いな、うん、なんかこれまで何個かそういう線はあるけど結婚は後半だねって。ああなるほどね。でもいいですよちょっとね、うん、分かんないなっていう感じがしました ね、まあ、占いとかは結構ねあのあれだよね、うん、やっぱりなんかこう半信半疑ぐらいがやっぱちょうどいいのかなと思って。ちょうどいいかもしれないですね、うん、まあそんな感じです。ありがとうございました。いや今日はねスピリチュアルについていろいろ話していきましたけれども皆さんのスピリチュアルはどうでしょうか。何色のオーラがあるんでしょうか。はいあのね今から運気上げたいという方はね私の売ってる壺を50万円で。ええ騙されてるよやお前原価200円ぐらいだろお前。いや100円あ買ってください。僕たち儲かるので100均で買ったね。100均で買ったやつも50万円で50万円で、あの DM までねぜひねお願いします。あと、うん、あとですねあのこういうあの株を買いたいっていう方はぜひね僕が株を買ってあげるのでよろしくお願いします。何言ってんだこいつ。というわけで皆さんねお聞きいただきましたデコボコトラベリングのスピリチュアルラジオ、今日はね僕スピリチュアル帰りとはい見えるよ大金亮斗でお送りしました。どっかで聞いたことあるな。はい、はい、というわけで来週も皆さんのスピリチュアルを見ていきたいと思いますよ。何色かな。バイバイまた来週も聞いてねー。何度ラジオ全く読めんわお前。はいあ、ちなみにあの大村の話なんですけど、はい、昔自分の劇場の先輩で見えるっていう人がいて、その人に言われたのとサイトで調べたやつがぴったりあったんですよ。やっぱ見えるちゃんと見える人には見えるのかもしれないですね。なんかあ面白いな。俺あれハマってるんですよ。このオーラの泉に出てた時の男の人がいたのを覚えてる。あの人の俺ラジオ聞くの。江原弘之の、はい、スピリチュアルラジオ。あ、スピリチュアルラジオなんやってるんだけど、面白い、めっちゃ面白そうだな、めっちゃ。この人さ、うん、あのハガキとかいろんな人のハガキ送られてくるわけ、うん、相談、いろんな恋愛相談だったり、お金の面だったり、はいはい、文字でわかるらしい。この人こんな人なんだな。すげえ。そうだからわかるみたいなんだけど、面白いよ、本当に。そうなんだ。ちょっとでも、あなんかもっとちゃんとした占い師のとこ行く、がっつり見てほしい、見に行ってほしい。一回俺ラジオで、あの YouTube でやりたい企画はあの占い行ってそこの人の占い行ってで他の人の占いのところも行って試すってやつね。それかあの会俺が一回行って俺が変装して行って当たってるかっていう。あはいはいはい。そうそうそう。全然違う。そうだね。ちゃんとできるかどうかみたいなね。ということで今日もありがとうございました。いやーなんかいい占い師いたら紹介してください。お願いします。ちなみに占いとはちょっと別なんですけど、はい、FM 講座でシーラブさんって方がいて、おこのタロットみたいなカード使って、すげえ、いろいろアドバイスしてくれる人がいるんですけど、めっちゃ当たります。マジっすか、やってみたい。でも怖いな、俺、ものすごい変な人生歩んできてるからな。自分1月、番組で企画で、その人を呼んでやるって時に、うん、じゃあ、試しにってことで、事前に控えでやってもらったら、うんうん一発目が音楽やってますか。すげえな。何も機材も何も見せない段階が。やばいな。へえちょっとやってもらいたいな。タロット占いちょっと面白いよな。ね面白そうだよね。タロット占いはなんかねいろんなカードに絵とか書かれててから。俺の後輩大学の後輩がやってるんだけど、まあ当たらないよね。ちなみにタロット占いは占いっていうよりもあれ魔術らしいです。
へえ、確かになんかタロットって聞いたらこういうなんか女の人なんかもうなんかなんていうの、顔を隠した女の人がやってるイメージがある。ああこうなんかもう占いなんか水晶玉でこうやってイメージがあります。だからあれ寿命削るらしいんです。あ、そうなんですか。術者の寿命削ってなんか当てていく、当てていく、その代わりにっていうこと。その代わりに本気は。そうなんだな、すげえ。ということで今日も一日ありがとうございました。はい、今日はねちょっとスピリチュアルな感じのラジオになりましたけれども、皆さんありがとうございます。じゃあまた皆さん、これはもうあと20何秒かな、あと40秒ある2人揃って疲れてるな10秒してるな2人揃って疲れてるなイエイでもなんかしなきゃ疲れてるんだよな、まだ20秒ある なんだろう、こんなにあれだとは思う。あの、そうですね、みんなありがとうね。また来週も聞いてくれバイビー、ありがとう。